こんにちは、たなきか動画ショッピングのお時間です。さあ皆さん、98といえばです、 PC98NEC 98AV イングラムパトレイバー。そうですね、98っていうと名機名車いろいろあるんですがね、はい、980、981、983、そして4、背番号4といえば企業でしょう、トノマでしょう。僕4代目ね、4番目が一番優れてるかもしれないんです。さあお見せしましょう、新型を。おお、 LED ライト、出ました、ラビットモア RM984。 知らないうちに4代目になってたんですね。さあ早速紹介です。新潟県の上越市で乗用草刈り機、まあ意外と使う場所はあるんですね、急行で。まあというよりもほとんど幹部の農道ですね。農道、はい、前の方にもあるんですけども、はいはいはい、こっちの方ですね、はい、ここのまっすぐに行った、ずっと、なるほど、そういうところ、ほぼ平らのところ、ご紹介遅れました。このね、なかなかこの白つなぎ聞こえなせる人いません、この青山さん、はい、よろしくお願いします。今日は早速ね、この最新型をモニターして乗っていただけるということで、乗ってみます。984最新型、まずね、外見上で違うところ、もう確かにツートンカラーでかっこよくなったな。おお、そうなんです、今までのラビットモアのカバーってプラスチックだったんですよ、こういうところ鉄板ですよね、しっかりしてるでしょ。まあここわずか、こういうところはサイドのところとか放熱するとこはプラスチックですけど、このさ、しっかりね、ここ鉄板使ってきたとこは違うと思いますね。さあじゃあ早速乗ってみてください。はい、はい、乗りましたらですね、まずシートの座席のところがね、いいですか、はい、そうです、スライドしますね。そしていいとこに来ましたら、それはね、動かないんです、そこで OK であれば踏んでいただいて、チョークはすぐ手元に引きやすいところにあります。もう多分かかってるから大丈夫、はい、24馬力ですよ、 V 型24馬力の川崎、もう 800cc 近いです。さあ早速、これがミッションです、はいはい、非常にスムーズに出ます。 HST がかなり大きなポンプになってます。そしたら今度は高速にしてみましょう、ここです、はい、どうぞどうぞ、ここですね、仮ごろです、仮ごろ、はい、ただいろいろなアンジュレーションがありそうな気がします。まあそういったところでも、今回はこのスプリングがついてるんですね、スプリングダンパー、フロントサスペンション2つ V 型についています。ですからかなりいろんなところがアンジュレーションもこなしていくと思います。では刃を回しましょう、この刃を上げ下げる高さが前の983に比べて高くなってます。1センチから10センチまで調整できます。これでまず調整してみましょう、何あるか分かりませんが、だいたいこの6、7ぐらいで設定してみましょう、はい、その辺です、あ、そうですね、はい、ただ回転上げます、これが回転になります。ここに燃料の状況が今出てます、はい、あ、何これ 12.7V、 今の電圧状態も出ます、はい、12以上あればかかりますからね。そしたら低速になります、低速作業、はい、
を回しましょう。はい、どうぞゆっくり前に進んでください。ゆっくりじゃないね。いや、びっくりした。いきなりスピード出すから簡単でしょ。めっちゃ簡単ね、うん、で、デコボコしてたんだけど、ここね、意外にゆっくり、ね、ゆっくりやるっていうか、ゆっくり走ってるように見えました。ええ、安定してますね。もっと速くてもいいですか。もっと速くてもいいですけど、ね、気をつけてくださいね。はい、抜群ですよ。おい、早い。いいね。いや、すごいな。はい、楽です。オートクルーズ、こういったただ何にもない場所を刈るときに、ここの足だけでずっとやると疲れるんですよ、足張ってね。その時に業界初のオートクルーズコントローラー、まあ高速道路でほらずっと同じ状況での時アクセル踏むの面倒じゃないですか。アクセルではなくて、その走行するその前進の速度を一定にさせる装置です。これを入れていただきます。オートクルーズやってみます。そうするとこの回転上げて決まったところはほらもう一緒です。何かあれば止めてもらえる。バックしてもバックは関係ないです。前進に関して決定したところを、例えばこれで決めたら一緒の角度でちょっとやってみます。これでほら、より簡単だって。これ当たったんです、この石、こういった石が当たってもいいように、我々が開発したこの刃、ワンタッチでこれ上がります。ここまでワンタッチで、今までカバーの上下をさせなければこのカバーの開閉できなかったのが、ワンタッチでフルオープンですね。はい、よかった。 V 型の刃にしといて。はいね、なんともないでしょ、こんな当たったのにね。これが石を外に出さないように中に入れてくれます。中にカットしつつ一番トップで草は刈ると、両方刈るってことですね。で逃げる、これがモアハンター Y ですね。いや、これびっくりしました。本当に大きな草の時はこれ両方出してやるとバーッと出ます。例えばこの辺ちょっとこれで両方上げながらやると草出ます。ちょっと気をつけてくださいね。やめましょう。という感じ。こっちも出す、こっちも出す。危ない、やめましょう。あれ、どこだろう。キャップがない、キャップがない。あれ、おお、ここですね。フロントなんですね。どしっと入ってきます。確か14リッター入りますよね。13だったかな。モアデッキランドリー、はい、もちろんついてます。あの983981についてたあれがですね、ここにもついてるんですね。これで水を流していただきます。いっせーの、おお、いいね、払えてます。こっちも出てますよ。
ク買ってこいってうるさいよ。92年にラビットモアの初号機を販売したこの田中家なんですけど、92年お30年近いってことですよ、もうすぐね。お値段は当時ちなみにいくらだか知ってます？92年の価格ゴッキュッパだったんですね。で今この金額99万円ね。20数年30年近く経って そんなに上がってないでしょね。当時9馬力が今24馬力です。だったらね、3倍になってなきゃいけないんですよ。倍になってないじゃないですか。ということはこれはめちゃくちゃお買い得なんですね、青山さん。はい、お値段はこんな感じね。縁起がいいね、888と来て、さらにわあ、皆さんもう下取り出しましょう。それはい、乗りましょう。0120-417-8143-42パパさんにお電話ください。プレゼントもちろんモアハンター Y ついてきましたよ。お、これもついてきた。お待ちしてます。